やあやあみんな、ご苦労だったね。オワリさん、それに浅野さんとユーノさんも、どうして3人がここに？レイジ君、ユーノ実は小学生だったの。はい。あんまり大きい声じゃ言えない話なんだけど、個人データベースをハッキングしてユーノの年齢を書き換えたんだよ。それを証拠としてジャンクマに突きつけて、見事ジャンクマパーティーへの参加を認めさせたというわけさ。驚きのあまり何も言えなくなったか。だがこの程度で驚かれては困るね。ついでだから、より信憑性を出すため、俺と浅野の婚姻届や戸籍も偽造してやったよ。浅野にはこれでもかと殴られたがに。オワリ君、今回は状況が状況だから見逃すけど、それ現実世界でやったらアウトだから。規模によっては DIH 動くから忘れないようにね。もちろんだとも。現実世界でこんなことをするほど俺はバカじゃないよ。信用してくれたまえ。それにしてもよくジャンクマが許可したわよね。いくらデータが小学生でも、ユーノの姿はあれよ。セーラー服姿だし、それに胸なんて小学生のものではないわ。そこはほら、浅野っていう強い味方がいたからね。彼女にとことんごねてもらったんだよ。ごねる浅野ほど厄介なものはないからに。ほう、浅野に用意されていた別のミッションというのはそのことだったのか。名付けてモンスターペアレンツ作戦。見事大成功だったよ。たく、どうして私があんなことしなきゃなんなかったのよ。本当ならニコル君のママ役をしてたはずなのに。じゃあオワリ君たちはこれから第一ゲームなの？最初に言っておくけど、かなり手強いわよ。いや、これからするのは第四ゲームだ。君たちと一緒だよ。え？どういうこと？私たちお化け屋敷の中で追い越されてないわよね。ごねたついでに第一ゲームから第三ゲームまではクリアしたことにさせたんだ。散々待たせたんだから、それぐらい免除しろって言ってね。それもはや悪質なクレーマーね。いやいや、こちらはあくまで正当な権利を主張したまでさ。ひどい目にあったじゃん。学校の先生の苦労がよくわかったじゃん。それよりジャンクマ、私たちは第三ゲームクリアってことでいいのよね？今になって時間を見てタイムリミットをオーバーしてるなんてなしよ。そんな言いがかりをつけるなら、また浅野にごねてもらうから。そんなこと言わないじゃん。ちゃんとみんなが出てきた時間はカウントしてたじゃん。最初のチームは24分30秒、次のチームは13分26秒。第3ゲーム、ジャンクマラビリンスクリアじゃん。
さあ、全員合流できたんだから、力を合わせて次のゲームに挑むとしようか。確か、ジャンクマパーティーは4つのゲームをクリアすればお姫様を助けられるんだったね。つまり、次で最後ということだ。さっさとクリアして少女 A を助け出そうじゃないか。それはジャンクマファイト。熱く激しいバトルでオイラを倒せばクリアじゃん。お姫様を助けられるじゃん。今までの苦労は一体？ん？レイジは特に苦労してないと思うのだ。あれやね、結局はあの殺人マシーンと対決かい？なかなか面倒なことになったね。大丈夫よ、こっちにはニコルがいるわ。あなた悪魔なんだから、あんなクマイチコロでしょ。夏美、無茶言わないでよ。僕は戦闘型の悪魔じゃないんだから。何？それじゃ弱いってこと？設定担当に聞いてみれば。ニコルの言う通りだ、悪魔だから強い。そんな単純な設定を我が輩が作ると思うのか？ニコルは人の欲望につけ入り、願いを叶え、代償として体の部位を奪うインテリ系悪魔。戦闘能力はナッシング。ジャンクマ、待った！第4ゲームの変更をお願いしたいんだけど。変更はできないじゃん。つべこべ言わずに始めるじゃん。ジャンクマファイトスタートじゃん。もう飽きたからみんな死刑じゃん。このままじゃ私たち全滅よ。ターニに任せるのだ。デバッグを使ってジャンクマの攻撃の当たり判定を無効にするのだ。頑張って。我が愛たちの命がお前にかかっているのだと。無理なのだ、数が多すぎて。何や、疲れてきてしまったのだ。なかなかやるじゃん。それならこっちも本気を出すじゃん。ロケットパンチを発射するつもりね。頑張れタチアナ、君はできる子なんだから。無理かもしれないのだ。せめてチョコバーがあれば。誰かチョコバーを持ってませんか？そんなの持ってないし。持ってないよ。さすがにないわ。あるかなしかで言えばなしだな。持ってるはずがないわ。そもそもとして私チョコバーって苦手だし。オワリさん、チョ
コバーは。残念ながら持ってないね。違う棒なら持ってなくもないんだが。男なら誰しも持っている伝説の匂い棒。今はそういうのがいいですから。ロケットパンチじゃん。ねえ、本当に誰もチョコバー持ってないの？よく探してみて。くっ、別の棒ならここにあるんだな。黙れ変態、死ね。変なとこ触るな。言っておくけど、僕は本当に戦闘は苦手なんだって。今普通にビビってるし。戦えなんて言わないよ。僕のお願い、確かまだ一つ残ってたよね。それってまだ有効？うん、まだ有効だけど。それじゃあお願いだ。今すぐチョコバーを出してくれ。わかったよ。それはお手軽美味しいホームランチョコバーではないか。やったわレジ、早くそれをタチアナに。わかってます。この形、この甘さはホームランチョコバー。ターニャ、これならいけそうだな。タニャ、頑張って。にょほー。どうやら弾切れを起こしたようね。まだロケットパンチがあるじゃん。あれ？何も発射されないよ。ロケットも燃料切れじゃん。だったら最後の一撃じゃん。ジャンクマの最強にして最強、そして最終の究極兵器レールガンよ。エネルギー充填じゃん。タチアナ、あのレールガンを無効にするんだ。タニャのエネルギーはもう切れたのだ。チョコバ。まったく燃費の悪いお子様ね。もう一本チョコバーをぶち込みなさい。いや、でも急いで。あれが発射されたら私たち全員まとめて粉々だよ。分かってます。僕だってぶち込めるもんならぶち込みたいです。でももうチョコバーがないんです。だって一本しか出してませんから。僕は言われた通りに叶えただけだから。ちなみにもう願い事は残ってないからね。もうあなたの責任よ。どうせなら箱でお願いしなさいよ。もう申し訳ないです。もうすぐエネルギー充填じゃん。全員まとめて木っ端みじんじゃん。死刑じゃん。これはさすがにまずいね。まだ、はい、
この戦いが終わったら田舎に帰ってあの子と一緒になるなりよ。私も無事に帰ったら、今まで言えなかったあの言葉をあいつにちゃんと言うわ。二人ともありもしない死亡フラグを立てないでください。あれれ、レイジ君、レイジ君、それよく見てよ。この包みですか？残念ですけど、もう中には人かけらだって。ああ、当たりです、これ当たってます。ということは、え、な、何、僕にどうしろっていうの？当たりだからもう一本出してほしいな。いや、そういったアフターサービスは悪魔としてどうかなと思うんだけど。あなたが出したホームランチョコバーが当たりだったのよ。つべこべ言わずに出しなさい。わかったよ。ベクトルを逆転させるのだ。これで終わりなのだ。発射じゃん。ユーノたちどうなったの？もしかしてやられちゃったのかな？コッパみじんにはなってませんから、助かったみたいですよ。うん、どうやら我々の勝利のようだな。みな、あれを見るといい。第4ゲーム、ジャンクマファイトクリアじゃん。これでジャンクマパーティー完全制覇じゃん。正直、おいら参ったじゃん。ちびっこたちの活躍でお姫様は無事に助け出されたじゃん。おめでとうじゃん。またのご来場お待ちしてますじゃん。うわぁ、ペンちゃんだよ。すぐに保護するわ。少女 A の様子はどう？うん、大丈夫、眠っちゃってるだけみたいだよ。それにしてもレイジーよ、あそこでホームランもう一本を引き当てるとはな、なかなかのストーリー展開だったぞ。どうやら地である我が輩を超える日も近いかもしれないな。いえいえ、ただの偶然ですって。狙ってやったわけじゃありませんから。それとすみませんでした、せっかくのイルカさんの死亡フラグなんか無視しちゃったみたいで。レイジのくせにあんな風にじらすなんてちょっと生意気よ。浅野の今まで言えなかったあの言葉っていうのも気になるわね。せっかくだから教えてくれないかしら。な、夏美、あれはほら、場を盛り上げるためのちょっとしたアドリブってやつよ。特に意味なんてないから。頑張ったのだ。
だからレイジ、いい子いい子するのだ。はいはい、ジャンクマに勝てたのはタチアナが頑張ってくれたおかげだよ。現実世界に戻ったら本物のチョコバーをたくさん買ってあげるからな。チョコバーだけじゃ足りないのだ。ガジガジ君もおまけにつけるのだ。チョコバーなんて回りくどいことしないで、もっと別のことをお願いすればよかったのに。別のこと？そう、例えばジャンクマの全装備を奪ってしまえとかね。いや、でもあの状況じゃそんなこととても思いつかないって。うわ、レイジダサダサ。ニコルくんってば頭いい。っていうかレイジ頭悪い。もう少し考えてから行動してほしいものね。がっかりだわ。レイジーよ、やはり死を超える日はまだまだ先のようだな。レイジはターニャに頼りすぎなのだ。もっとしっかりしてほしいのだ。ちょっと待ってくださいよ。どうして僕だけが悪いみたいなことになってるんですか。皆さんだって今ニコルに言われるまで絶対気づいてませんでしたよね。そんなことはないわ。最初から気づいていたわよ。ニコルに他人の体の部位を奪うという設定をつけたら我が輩だ。気づかないはずない。私もよ、ニコル君のことなら何でも知ってるんだから。ターニは天才だからな。すぐに分かったのだ。はっはっは。まあそれぐらいにしておこうか。あれはあれで我々らしくてなかなか盛り上がる展開だったと思うがね。俺は今気づいたんですけど、オワリさんがタチアナの代わりにデバッグを操作すればよかったんじゃないですか。あの場面で俺が変わってしまったら何の面白みもないじゃないか。もちろん本当にヤバかったら交代したがね。ま、レイジ君のおかげで盛り上がったんだからいいじゃないか。はあ、なんか僕もう疲れちゃったよ。役目は果たしたし、もう帰らせてもらうよ。ニコル君帰っちゃうの？この後基地に戻って一緒にお風呂タイムしようと思ってたのに。そういうのが嫌なんだって。じゃあね。あーもうニコルくん。さてと、みやびくん、無事に少女 A を保護できたがこれからどうするんだい。そうね、さっさとカフェイグジットまで連れてってもいいんだけど。ジャッジメント7の事務所にお邪魔してもいい？なんだかんだ言って君たちのポテンシャルって底知れないし、一緒にいる方が安心なのよね。よし、決まりだな。じゃあ一旦基地へ戻ることにしようじゃないか。大丈夫かな。このまま目が覚めないなんてことないよね。見たところ特に外傷はないし呼吸もある。で、この世界で現実の概念が通用するのかわからないけど、自然に目を覚ますのを待ちましょう。少女 A が起きたのだ。ここはジャッジメント7の基地。
皆さん、お久しぶりです。せいちゃん、お久しぶり。少女 A よ、無事で何よりだ。てっきり我が輩らと共に現実世界に帰ったものだと思っていたが、まさかまだ新世界にとどまっていたとはな。本当にね、あなたのこと気になっていたのよ。こうやってまた会えて嬉しいわ。でも目を覚ましてよかったわ。ちょっと心配してたのよ。ジャンクマに催眠ガスでも嗅がされてずっと眠ったまんまなんじゃないかって。よー、ターニャのジャンクマはそんなことはしないのだ。お、でも夏美が勝手に凶悪な雲に改造しちゃったから、その可能性もあったのだ。危なかったのだ。まだそのことで文句を言うの？あいにくそんな機能はジャンクマにはないわ。ガスはお尻から出る一撃必殺の毒ガスのみ。催眠ガスなんて生ぬるいものは搭載していないわ。お疲れ様、少女 A、 大変だったね。大変？何がですか？何がって、君はジャンクマに捕まってただろ。あ、そうでしたね。なんだか奇妙なクマの着ぐるみに捕まってしまったような気がします。ということは皆さんが助けてくれたんですか？ま、そういうことになるわね。相手は恐ろしい究極の殺人マシンだったからかなり手こずったけどね。ターニャが大活躍だったんだぞ。なぞなぞも楽勝だったし、最後だってデバッグを使ってジャンクマをやっつけたのだ。ニコル君の活躍もすごかったのよ。ここにいれば朝のお姉さんが思う存分いい子いい子してあげるのに。そんなことがあったんですね。でもどうしてそんな危ない相手と戦ってまで私を助けてくれたんですか？話すと長くなるんだけどね、要約すると悪い組織があなたのことを狙ってたのよ。だからその組織よりも先にあなたのことを保護する必要があったの。その組織の情報を得るためにね。おっと、それは DIH 側の事情だろう。俺たちジャッジメント7は純粋に少女 A、 君を助けたかった。理由なんてないよ。皆さん、疲れているだろうし、ここでゆっくりと休むといい。はい、そうさせてもらいます。とりあえず少女 A の方はこれで一安心ね。オワリ君、 PC を貸してもらえない？現実世界にいる出口さんにこのことを報告したいのよ。別に構わないが、そんなことが可能なのか？私を誰だと思ってるのよ。 DIH のナビミヤビさんよ。それぐらい楽勝だわ。ノート PC ならすぐに用意できるが、それで大丈夫かい？ええ、十分よ。ありがとう、使わせてもらうわね。なるほどね、そのコマンドで強制的に現実世界の PC とつなぐのか。そうよ、それでどうにかメールぐらいは送れるようになるわ。だからって誰にでも送れるわけじゃないけどね。条件は厳しいし、相手側にも特殊なプログラムが必要だし。じゃあ出口さんに今回のことを報告するわね。ねえ、返信遅くない？
現実世界でこっちのことモニタリングしてるのよね。居眠りでもしてるんじゃないの、あのおっさん。まあこっちと向こうとでは時間の流れが違うからね。すぐに返信したとしてもある程度のタイムラグが出てしまうのだろう。つまりここで一晩待機しろってことね。そういうことなら今晩は夕食も兼ねてみんなでジャンクマパーティークリアの打ち上げでもしようじゃないか。それいいわね、私ガンガン飲むから。盛大にやろうではないか。せっかく少女 A と再会できたし、そういったお祝いも大切よね。レイジ君、すぐにピザ屋に電話だ。今日はピザだけでなく豪華にサイドメニューなんかも頼んでみようか。あ、はい。それじゃあチラシを持ってきますね。オワリさん、ピザの配達は無理ですよ。だってここ仮想世界ですから。なんてこった、ピザ屋は休みか。休みとか以前の問題です。僕たちだけしかいないんですから。はいはい、じゃあユウノに任せてよ。パーティーっぽい料理作ってみるから。よしユウノ、任せたぞ。もちろん俺たちも協力はするからな。たまには私も手伝おっかな。浅野、あなたは何もしないで。これはお願い。いいえ、懇願よ。夏美先生の意見に大賛成だ。浅野、頼む。御所、一生の願いだ。何よそれ、私の料理がそんなにまずいってこと？ユーノさん、私もお手伝いします。助けていただいたせめてものお礼に。協力してもらったお礼として私も手伝うべきなのかもしれないけどね。ごめん、私料理すっごく下手だから。その代わり買い出しとかだったらいくらでも手伝うから遠慮なく言ってね。ユーノさん、僕も手伝えることなら何でもしますから。うわー、みんなありがとう。それじゃ早速準備しちゃおう。では少女 A との再会を祝って、またジャンクマパーティーを無事にクリアした打ち上げを始めようじゃないか。乾杯。このローストビーフ最高にうまいではないか。とてもコンビニの品とは思えるぞ。最近のコンビニにはこういう豪華なお惣菜もたくさん置いてあるからすごいよね。でもタレはユウのオリジナルなんだよ。まずはお醤油とお酒を3対3の割合でね。それだわ。その方法があった。
作るのが難しいなら、まずはコンビニで買ったお惣菜をアレンジするところから始めればいいのよ。そうすれば私だって料理上手って言われるようになるかも。朝のち、私たちみたいなのはちょっとでも手を加えたら最後、料理を台無しにしてしまいかねないわ。無難に買ってきたものをそのまま出すのが正解なのよ。よく覚えておいて。そうよ浅野、いい加減現実を見なさい。何よみんなして私のことバカにして。私はおとなしく食べる飲む騒ぐに徹すればいいんでしょ。そこに騒ぐを入れたらちっともおとなしくないじゃないですか。しかし今日のジャンクマパーティーはなかなか歯ごたえのあるイベントだったな。さすがの我が輩も最後焦ってしまったぞ。大変だったよね。言うのもすっごく怖かったな。情けないのだ。ターニョちっとも平気だったのだ。余裕のゆっちゃんだったのだ。途中でヘロヘロになっていたのはどこの誰だったかしら。夏美は意地悪なのだ。エネルギー切れは仕方ないのだ。レイジ、ターニョをちゃんとかばうのだ。そうだな、エネルギー切れは仕方ないよな。それはそれとして、その口の周りをどうにかしようか。ほら、僕が拭いてあげるから。まあ最終的にはジャッジメント7が力を合わせてジャンクマを撃破したってことでいいじゃないか。エイジ君、君もそう思うだろ？ジャッジメント7、みんなが力を合わせたからこそ勝てたんですよ。今更で申し訳ないんですけど、ジャッジメント7って一体何なんですか？皆さんは何をなさっている方々なんですか？すみません。でもちゃんとお聞きしたことがなくって。普通の方々じゃありませんよね。そうじゃなきゃこの世界に来て私を助けるなんてことできませんし、ひょっとして正義の組織だったりするんですか？サイバー世界で犯罪と戦う、そんな感じの。私たちが正義の組織ですって？そうか、俺たちが正義の組織か。どうせなら正義の味方と言われた方がありがたいのだがね。少女 A よ、よく観察しているではないか。我が輩たちが普通でないことを見抜くとはな。我が輩たちは正義の組織などというシンプルで薄っぺらい存在などではない。心して聞くのだぞ、我が輩たちの正体、それは無より有をも奇跡の創造集団、いわば天皇世界の神の集合体、それこそがジャッジメント7なのだ。
神様なんですか？イルカさん、そんな説明じゃ伝わりませんよ。少女 A、 ジャッジメント7は正義の組織なんかじゃない。いわゆる普通のゲーム会社なんだよ。まあメンバーはちょっと普通じゃない人が多いけどね。いろいろあって今回はたまたまこの新世界と関わってるけど、普段はゲームを作ってるんだ。まあ作るゲームも普通じゃないんだけどね。ゲーム会社の方々だったんですか。もちろん私は別だからね。ジャッジメント7の一員じゃないから、そこんとこ誤解しないように。はい、分かってます。みやびさんは DIH っていう組織の方なんですよね。ちょうど7人、だからジャッジメント7なんですね。少女 A、 違うわ。この見るからに平凡そうな彼はただのアルバイトだからノーカウントなのよ。大丈夫だよ、レイジ君。ユーノはちゃんとカウントしてあげるからね。ユーノさん、ありがとうございます。バイトさんはノーカウントだから今は6人なのよ。今はってことは前は違っていたんですか。ええ、確かにもう一人いたわ。彼女は離れた場所でたった一人で戦っていた。実際には一度も会ったことはなかったけど、会うことはできなかったけど、それでも私たちは固い絆で結ばれていたの。結局一緒に作れたゲームは一本だけだったけど、あれこそがジャッジメント7の本当の作品と言えるのよ。あの一度も会ったことがないんですか。その方ってディレクターだったんですよね。もしかして他の皆さんも。確かにないな。だがメールやチャットでやり取りしていれば、おのずとどんな姿をしているか想像がつくというもの。おそらく我が輩と同じようなスタイリッシュなファッションをビシッと決めたちょっと年上でメガネの似合う女性だと確信しておる。ちょっといるか、妙な想像しないでよ。一例は落ち着いた感じの30代の女性で、その人の子供っていうのが超美少年なんだから。ターニャと同じで金髪のお姉さんかもしれないのだ。目だって青いかも。お揃いなのだ。言うのはね、レイナさんはすっごく優しい顔の美人さんだと思うんだ。ちょっとぽっちゃりさんかも。まあレイナとはネットで知り合って、そのままネットを介してゲーム制作に参加してもらったからね。基地を訪れたことも一度もないし、残念なことに顔を合わす機会がなかったんだよ。それでもきっちりとディレクター業をやり遂げたのだから、なかなか大したものだろ。一例でなければ我が輩の世界観をあそこまで昇華させることはできなかったであろうな。プロジェクトがうまく進まなかった時もレイナさんが必ず何とかしてくれたもんね。私なんて楽譜の読み方を一例に教えてもらったくらいだもん。まさに
一例は完璧なディレクターだったな。ゲーム作りに対するこだわりは我が輩ですら舌を巻くほどだったぞ。100ページの仕様書を3日間で仕上げてきたことあったじゃない。あれには本当驚いたわ。お姉ちゃん、あの仕様書を読むのに1週間もかかっちゃったんだよね。あ、違うか。結局途中で力尽きて最後の本はユーノが口で説明したんだったっけ。ユーノ、あんたはまた余計なことを。そういう姉の評判が下がるようなことは言わないの。ゲームだけでなく映画や本なんかの知識もすごかったのだ。しかもそれを分かりやすく説明してくれるからターニも助かったのだ。いやいや、あれでどうして怖い部分もあったぞ。特に俺に対してはな。この俺に対してプログラムの修正を的確に、さらに納得いくように説明できたのは後にも先にもレイナしかいない。プログラムの知識もないのにどうしてあんなことができたのか、未だに不思議でならないよ。それが一例のすごいところなのよ。私たちのことを本当に理解して、その上で的確な指示を出してくれた。だからあの頃の俺たちはレイナに頼りすぎていたんだ。いや、甘えすぎていたと言うべきだろうね。そうね。だから一例はある日突然いなくなってしまった。きっと愛想を尽かされたんだわ。そして私たちは6人になった。でもまあ、ここにいる期待の新人レイジ君の登場によってジャッジメント7は再び7人の侍となったのだ。めでたしめでたしじゃないかね。ちょっと待って、私はまだ認めていないわよ。このバイトさんではせいぜいジャッジメント 6.1 といったところよ。それはちょっとレイジ君がかわいそうだよ。レイジ君、ユーノはちゃんと認めてるからね。ファイティングだよ。ディレクターとしてはダメダメだけど、ターニャのお世話係としてはまあまあ合格なのだ。だからターニャも認めるのだ。ふふふふ、ま、死である我が輩を超えることはまだ先だろうがな。見どころはあるぞ、レイジーよ。そうね。ま、殴り心地もいいし、いる価値はあるんじゃないの。わかりましたよ。全部全部僕が頼りないのがいけないんですもんね。ちゃんとディレクターとして認められるよう精一杯頑張りますよ。大した決意表明だけど、レイジって AD じゃなかったっけ。いつから D に昇格したのよ。調子に乗ってんじゃないの。しかもその A はアシスタントではなくアルバイトの A だということも忘れないように。はいはい、これからもアルバイトディレクターとして頑張ります。これでいいんですよね。レイジ君、ファイティングだよ。レイジ頑張るのだ。だけどターニャのお世話係もちゃんとやるのだぞ。高みを目指すのだ、レイジ。死である我が輩が見守っていてやるからな。このピザも絶品ではないか。冷凍食品でどうしてここまでのパリパリ感か。それはね、焼き方にコツがあるんだよ。オーブンレンジの設定をね。ごめんね、なんかすっかり君のことをほったらかして。いえ、いいんです。
皆さんが騒いでいるのを見るのが、私、なんだかすごく好きなんです。私はレイジさんも立派なジャッジメントセブンの一員だと思いますよ。皆さんだってちゃんと認めているからこそ、ああやって好きなことを言えるんだと思います。ありがとう。とにかくまあ食べようか。せっかくの打ち上げなんだから。はい。ごちそうさま。夏美先生、もう食べないのか？まだパーティーは始まったばかりではないか。ええ、もう十分食べたから。私はもう部屋に引き上げるわ。ジャンクマパーティーで歩き回って疲れたし、明日に備えて早めに休むことにするわ。あらら、もういなくなっちゃった。まあ、あの子パーティーとかあんまり好きじゃなさそうだしね。それでも今日は結構乗り気だったと思うんだけどな。あの、僕ちょっと。レイジ君、少しいいかい？話があるんだが。え？まあここじゃなんだから、俺の部屋にでも行こうじゃないか。なんだ、呼び出しか？レイジ、何か悪いことでもしたのか？どうせろくでもない変態話でしょ。私たちはその間に料理食べちゃいましょう。タチアナ、ケーキまだ残ってるわよ。早くしないと私が食べちゃうから。にょほー、ダメなのだ。それはターニャが食べるのだ。大丈夫だよターニャ、こっちにもあるからね。それじゃ行こうか。散らかっていて悪いね。ま、適当に座ってくれたまえ。あの、話っていうのは、僕、何かやらかしちゃいましたっけ？なに？そんなに身構える必要はないよ。ただレイジ君にもそろそろ話しておかなくちゃならないと思ってね。ジャッジメントセブン初代ディレクター一ノ瀬レイナのことをさ。君も気になっていたんじゃないか。はい、でも聞いていいものなのかと思って。確かにさっきの俺たちの反応じゃ聞くに聞けないだろうな。夏美なんて自分の部屋に引きこもってしまったし。やっぱりさっき夏美さんの様子がおかしかったのってレイナさんの話をしたからですよね。ああ、あいつは俺たちの中でも人一倍レイナに思い入れがあったからな。あんな言い方になってしまっても仕方がないだろう。レイナは半年前死んだんだ。病死だそうだ。
詳しい病名までは聞かなかったがね。そのことを知るまで俺たちはレイナが病気だったってことさえ知らなかったんだよ。レイナは俺たちに病気のことを隠したまま入院先の病院からゲーム開発に参加してたらしい。厳しい闘病生活だったろうに、そんなこと微塵も感じさせずさ。そしてジャッジメント7、3番目の作品シンクロダイブを無事にリリースして4番目の作品に取り掛かろうとした矢先、病状が悪化してそのまま回復することなくこの世を去ってしまった。結局俺たちに一度も会うことなくね。俺たちがレイナの死を知ったのは1ヶ月も後のことだよ。夏美はレイナの死をまだ受け入れられていないんだ。死という言葉を口にしてしまったらレイナの死を受け入れることになってしまうと思っているんだろう。あいつは本当にレイナのことを慕っていたんだ。一礼一礼と呼びかけては楽しそうにチャットで喋っていたよ。もちろん仕事の仲間としても信頼していただろうし、それ以上に人として尊敬していたんだろうな。君も知っているように今の夏美は他人を拒絶したがるだろう。はい、つい最近まで取り付く島もないって感じでした。レイナがいた頃だけは違ったんだ。もちろん信頼できる人間に限るけど、それでも少しずつ心を開こうとしていたんだ。あの夏美さんがですか？そうだ、あの夏美がだ。君が驚くのも無理はないと思うがね。だがレイナが亡くなった知らせを聞いて再び夏美は心を閉ざしてしまった。入社した時よりもずっと深く自分の殻に閉じこもってしまったんだ。それだけレイナさんの存在は夏美さんにとって大きかったんですね。ああ、まあそれは俺たちにとっても同じだがね。レイナはゲームディレクターとして非常に高い能力を持っていたが、何より彼女の存在はジャッジメント7の精神的支柱になっていたんだ。正直に言うと夏美だけじゃなく俺たちもまだ完全にはレイナの死を受け入れられていないんじゃないかと思う。それほど彼女の存在は俺たちジャッジメント7にとって大きかったんだ。きっとこんなことを言ってしまったら君は負い目を感じてしまうのだろうね。本当に僕でよかったんでしょうか？僕がジャッジメント7のメンバーになってしまってよかったんでしょうか？いいに決まってるじゃないか。というかいいと思わなければ最初からアルバイトとして雇わないさ。ジャッジメント7の新しいメンバーに君を選んだこと、俺は間違ったと思ったことはない。それに、ディレクターだからといって、レイナの代わりになれなんて言っているわけではないよ。技術的にはまだまだ彼女に及ばないだろう。でも、技術があるだけじゃディレクターは務まらない。君は君の道を進めばいいんだよ。終わりさん。さて、そろそろラウンジに戻ろうか。それにしても珍しく真面目な話をしたら肩が凝ってしょうがないな。
現実世界に戻ったらマッサージ店であんなところやこんなところをほぐしてもらわないとこりゃダメだな。うんうんうん。真面目な話をしてたのに台無しですね。おかしいのだ、ブラックメンがいないのだ。どうしたんだろう、休憩中なのかな。それはないでしょう、黒服たちは AI なんだから。でもおかしいわよね、あれだけ少女 A を執拗に追いかけていたのに基地を出てから一度も遭遇しないなんて。油断しない方がいいわ、いつ襲ってくるかわからないし。もちろん黒服が襲撃してきても少女 A のことは私が守るけどね。みやびさん、ありがとうございます。うん、何事もなくついてしまったね。何事もないのはいいことじゃない。これで A ちゃんとお別れだなんて言うのちょっと寂しいな。ところで少女 A をここまで連れてきたのはいいけれど、その後はどうするの。ここから先は出口さんに一任してるからね。多分しばらくはセキュリティが機能しているエグジットの中でかくまうことになると思うけど、まあ少女 A には事情聴取的なことには付き合ってもらうことになるかな。と言っても仮想世界での話だけどね。まあでも心配しないで、確かに多少は彼女のことを調べたりするだろうけど、あくまで一番の目的は保護よ。彼女に対してひどいことは絶対にしない。何者かわからなくたって個人として尊重して接する、それは約束するわ。そういった心配は無用だよ。その少女は私が預からせてもらうのだからね。何なのよこいつ、もしかしてこれもあなたたちのゲームのキャラ。あんな悪趣味なデザイン私がするわけないじゃない。キャツの名はわいせつ男、つまりわいせつな男である。つまりあれね、前回君たちが仮想世界から脱出するのを邪魔したとかいう例のやつね。邪魔？それは心外だな。私の邪魔をしているのは君たちの方ではないのかね。だが今回はその少女を発見してくれたことには感謝しよう。早速だな、彼女をこちらに渡してもらおうか。おいおい、そんな見るからにいかがわしい風貌の男に女の子を渡せるわけがないだろう。そうである、どうしてもというのであれば我が兵を倒してからにするのだ。この暗黒邪道剣の使い手である我が兵を倒すことができればの話であるがな。やれやれ、私はね、君たちの悪ふざけに付き合っているほど暇ではないのだよ。あら、そう？だったら今すぐ消えてくれてもいいんだけど、その黒服たちを連れてね。悪いが、そういうわけにもいかないのでね。仕方あるまい。力づくというのも嫌いではないのだよ、私は。
あら、それは私と気が合いそうね。ふふふふ、雅氏よ、ついにメイド流ラブリー剣を使う気であるな。さあ、そのメイド服を脱ぎ捨てランチェリックモードに変身なりよ。勝手な設定を作らないで。っていうか、君たちの中で戦力になりそうなのは朝のチンくらいか。だけど、この数を相手にするのはしんどいわね。カフェに逃げようにも、まだ入り口は現れてないし。っていうか、そもそもあのわいせつ男にカフェの場所を知られるわけにはいかないし。みやびくん、俺たちを甘く見てもらっちゃ困るよ。何しか、デバッグを起動だ。無世界、何をするつもりなのだ。テストオブジェクトで壁を作るんだ。お、お、了解なのだ。おお、やるじゃない。ジャンクマとの戦いの後にひらめいた戦術だよ。それ、あの時にひらめいてほしかったわ。どうだい、わいせつ男よ。これで近づきたくても近づけないだろ。みやびくん、この隙に一時退却だ。何をするかと思えば、この程度のことか。所詮はゲーム開発者といったところだな。何？この程度のオブジェクトなど、私にとっては何の障害にもならんのだよ。ランク C の管理者権限を持つ私に、この仮想世界で勝てるわけがあるまい。ところで諸君、君たちはこの世界をゲームか何かと勘違いしているようだな。ここで命を落とすということがどういうことか分かっているのだろうね。どういうことであるか。この世界が現実ではなく、君たちの脳が現実だと錯覚しているだけだというのは、すでにある程度は把握していることだろう。ええ、つまり夢みたいなものなのでしょ。夢か。それは随分とロマンチックな例えだな。ところで、人間の脳というのは実に面白い働きをするものでね、限りなく現実に近いこの状況で脳が死を認識すると、何が起こると思う？何が言いたいの？脳が死を認識するということは、脳から肉体への生命活動の信号が切断されるということだ。その結果、心臓の鼓動も、血液の循環も、呼吸も、あらゆる生命活動がやがて停止する。つまり、生理的な死が訪れる、ということだよ。ちょっと、そんなの聞いてないし。っていうか、そんな危険なもの作っていいわけないでしょ。それが科学というものだよ、お嬢さん。もっとも、正規の手順でこのアカシックに接続しているのであれば、脳に極度の負荷がかかった場合、自動的に回線が切断されるようになっている。しかし、君たちのような招かれざる客にまでは優しくないのでね、この世界は。そんな脅しに屈する我が輩ではないなりよ。ちょっとイルカ、待ちなさい、危険よ。仕方ない、穏便に済ませろと言われていたが、少しは現実というものを知ってもらう必要があるようだな。なんだと。
君には退場していただこう。イルカ！イルカさん！ちょっと、イルカ！イルカさん、大丈夫？何やってるのよ！返事しなさいよ！嘘でしょ？イルカが死んでしまったのだ！まず、一人。この状態で放置すれば、現実の世界で10秒とかからずに彼の生命活動は停止する。仮想世界の時間で240秒、4分足らずだ。それまでにその少女をこちらに渡してもらえば、私の管理者権限で君たちを強制ログアウトさせてやろうではないか。貴様、このままじゃ本当にイルカさんが死んじゃうよ。私のために皆さんを危険な目に遭わせるわけにはいきません。だが君を犠牲にするわけには。そうよ。それにあの男が本当に尾張君たちを解放するかも信用できないし。でもこのままではイルカさんが。クッ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 ク。誰だ。何？バカな。お前は確かに。リムース！神聖イルカ2号、完全復活なり。イルカ？なぜ生きているのだ。息の根を止めたはずでは。こんなこともあろうかと、このイルカ2号には魂のスペアの用意あり。それってもしかしてニコルのお願いでもらった魂のスペアですか？よく覚えていたな、レイジーよ。無論我が輩はこの状況を予期しておったのだ。まさか、こんなところで伏線を回収してくるとはな。さすがジャッジメント7の設定担当だ。この展開は全く読めなかった。イルカさん、生き返ってよかった。ユーノすっかり騙されちゃったよ。ターニョもなのだ。まったく、人騒がせなやつなのだ。それにしてもあの馬鹿げた願い事が本当に役に立つとはね。私、すっかり忘れてたわ。まあ、もともと覚えてなかったけど。世界に騙されてはならん。このわいせつ男の設定は矛盾だらけである。わいせつ男よ、お前の目的は少女 A なのだろう。であれば我々を黙ってこの新世界からログアウトさせるわけがないではないか。なぜなら我々が消えると、なぜか少女 A もこの世界から消えるということをお前は前回の経験ですでに知っているのであるからな。つまり少女 A を渡したところで、はじめから我々をこの仮想世界から出すつもりはお前にはないということである。
そのようなペテに騙される我が輩ではないのだ。なるほど、君たちのことを少し見くびっていたようだ。だが君たちの動きを封じる方法などいくらでもあるということを忘れてはいないかね。これも管理者権限ってやつね。その通りだ。ゲーム用のデバッグツールなどでは太刀打ちできない。この世界のシステムそのものを管理する私の力だよ。さて、少女 A をどうするつもりだ。この少女の人格データをアカシックサーバーへと移動させる。人格データだと？君たちも察しているだろうが、この少女は君たちのような人間ではない。アカシックによって記憶データから作られた仮想人格だ。少女 A が仮想人格だって？自分自身にプロテクトをかけ、すべての記憶を封印している。自分が仮想人格だということもわからない状態だろうがね。そもそもこの少女は仮想世界を構築するアカシックサーバー内に保存されていたデータなのだよ。ところがデータの一部がいつの間にか消えてしまった。ようやく見つけたときには、一体どこにいたと思う？君たちジャッジメント7の社内サーバーの中だよ。圧縮データとして、そこに潜んでいたのだ。なるほど。それで俺たちがログインしたときだけ現れるということか。本来は我々のものだからね。こちらに返してもらうよ。すでに現実世界では重尊犬の技術者たちが少女のデータの所在を突き止めている。そろそろデータの移行作業を開始する頃だろう。常に暗号化を繰り返しながらサーバー内を移動する厄介な娘だが、アカシック内に固定されればそのような下像もできなくなる。本当はそんなことをせず、ハッキングでデータを奪うつもりだったのだがね。ところが、ジャッジメント7のサーバーはとんでもない数のプロテクトが施されており、重尊犬の技術者たちでも歯が立たなかったのだよ。当然だ。大切なゲームのデータが保存されるサーバーだからね。俺の持てる力の全てを使ったプロテクトで守っているよ。だから、この仮想人格データをサルベージするには、どうしても君たちがアカシックにいる間でなければならない。何せ、君たちが接続を解除したら、この仮想人格は即座にこの仮想世界から消えてしまうんだ。本当に厄介な話ではないか。前回の浅草地下街で君が現れたのも、時間稼ぎのためだったのか。ああ、その通りだ。あの時はこの仮想人格にしてやられたわね。さて、そろそろか。
少女へ。君は一体。これで少女のデータはすべてアカシックサーバーに移動した。つまり君たちの役目はこれで終わったということだよ。殺すなとは言われていたが、君たちはいろいろと知りすぎてしまったようだし、私に盾ついた罰は受けてもらわないとな。ちょっと、何よあれ。何をする気なのだ。命までは取らないが、死んだ方がマシだと思える程度には君たちの脳へ損傷を与えることも可能なのだよ。もう我々の邪魔をしようなどとは思えないようにな。もっとも、ゲーム作りなどという遊びもできなくなるだろうが、それは仕方あるまい。ちょっと待ちなさい。彼らはただのゲーム屋よ。そこまでする必要はないでしょう。やめなさい。それを判断するのは私だよ。くそ。悪いけど、管理者権限を持っているのはあなただけじゃないのよ。私の仲間を傷つけることは許さない。少女へ、君はまさか。世界くん、みんなもう大丈夫だから。私の記憶データが完全に復元されるこの瞬間を待っていたわ。ランク B の管理者権限を持つ一ノ瀬レーナの名においてあらゆる制限を解き放つ。みんな、ジャッジメントタイムよ。レイナ、本当に君なのかい。少女 A が一例だなんて。この俺、データ不正が管理者権限だと。そんなもの認めん。無駄よ。この世界では私の方があなたよりも上位の管理者権限を持っている。つまりあなたの攻撃は全て無効にできるということよ。諦めなさい。ならばこれでどうだ。デリート困る。無駄だと言ったでしょ。まあいい。リチのプレイだ。お前の仮想人格データはすでにアカシックへと移動したのだ。これでもうどこにも逃げ場はない。私の目的は達成した。
げられたわね。みんな、無事だった。ルイナ、本当に君なんだね。ええ、こんな形でみんなに会えるとは思ってなかったけどね。聞きたいことは山ほどあるが、ひとまずこういうのが適当かもしれないな。レイナ、はじめまして。ようこそジャッジメントセブンへ。そしてお帰り。どういうこと？少女 A が一例なわけ？それは少し違うわ。私は一ノ瀬レーナという個人の記憶から作り出された仮想人格よ。言うのよくわからないけど、それってもうレーナさんって言っちゃっていいんじゃないかな。ふわほーい、我が輩もその意見に賛成だ。レーナ、何を見るのだ。少しだけ背が伸びたのだぞ。胸だってちょっぴり膨らんだのだ。そうね、タチアナ、見違えたわ。中学生になってすっかりお姉さんになったわね。やったのだ、レーナに褒められたのだ。そんな、本当に一例なのね。もう会えないと思ってた。あなたがいなくなってしまってから、私は夏美、ごめんね。一礼。回線が切断されただと？どういうこと？せっかくレイナさんと会えたのに、ユーノたち戻ってきちゃったの？作戦時間はあと1時間近くあったはずだ。なのになぜいきなり。一礼、どこなの？何なのよ、この暗闇。一礼、返事してよ！どこなの？夏美、落ち着きなさい。一礼はどこ？一礼はいない。私たちは現実に戻ってきたのよ。だったらもう一度新世界に行かないと。無駄だよ、夏美。どうしてよ。早く一連のところに行かないと。俺だって行けるものなら行きたいさ。だがカフェイグジットとの回線が完全に切断されている。世界の言う通りなのだ。こっちからの接続が完全に遮断されているのだ。これでは新世界へ行くことは不可能なのだ。だったら終わり。あなたが何とかしなさい。あなた、できないことはないんでしょう。すぐに一例のいる場所に戻りなさい。無茶言わないでくれよ。物理的に回線を切断されたら、さすがにすぐにアクセスするのは不可能だ。ハッキングでも何でもしてアカシックにつなぎなさい。あそこに一例がいると分かったのよ。何をのんびりしているのよ。急いで何とかしなさい。落ち着け、夏美。
とにかく状況を確認しよう。もしもし、終わりだ。一体どうなっているんだ、みやびくん。まだ作戦時間は。は？終わりってどういうことだい？ちょっと待て、こっちの話は。くそ、切られた。終わり、どうなってんの？わからんよ。作戦は終了らしい。今後もないとのことだ。それは随分と一方的な話ではないか。ユーナたちはもう用済みってことなのかな。そんな、一例がいるって分かったのに何もできないなんて。ここで考えていても仕方がない。カフェイグジットに向かうぞ。みやびくん、ミスターイグジット、中にいるのだろう。ここを開けたまえ。いきなり作戦終了ってどういうことよ。ちゃんと説明しなさい。あの、こんなメールが。裏か。よし、行ってみよう。なかなか難易度の高いミッションであるな。ちょっと痩せろ。やめるのだ、浅野。腹がすれるではないか。楽々通れてよかったな。それを言うならあんたもでしょ。早く人目につかないように急いで。なんだね、想像し。ミスターイグジット、なぜ回線を切断した？作戦時間はまだ1時間も残っていたではないか。アカシック内で大きなデータの移動の痕跡を確認したと同時に、こちらでモニターしていたナビ君の心拍数が 5% 上昇した。何らかの危険が発生したと判断し、作戦を中止したのだよ。だが、しかし今ナビ君からも説明を受けたところだが、君たちがわいせつ男と呼ぶ人物がアカシック内に現れ殺されかけたという話ではないか。感謝こそされ、怒鳴り込まれるいわれはないはずだが。ですが、出口さん、潜入捜査中の心拍数モニターの上昇の危険ラインは 15% のはず。もう少し静観していてもよかったのではないでしょうか。実際、あの後状況は好転したわけですし。ナビ君までそんなことを言うのか。
今回は民間人も巻き込んだ潜入作戦なのだよ。しかも彼らの心拍数まではモニターできていないのだ。中の状況がわからない以上、私の判断は間違っていなかったと思うがね。それはその通りだと思います。今回の件はいいとして、私たちはまた新世界アカシックへ行かなければならないのだけど。なぜだね。あそこには一霊がいるから。一ノ瀬レイナか。少女 A が彼女だったことは我々としても想定外だった。しかし彼女の記憶データがアカシックに保存されてしまった以上、もう君たちの出る幕ではない。それは随分と一方的な話じゃないか。レーナは我々の仲間だ。会いに行くのは当然の権利だと思うがね。私の知る限り、一ノ瀬レイナという少女はすでに亡くなっているのだろう。つまりあれはただのデータだ。しかも13件が入手しようとしていたということは、彼らの仲間という可能性もゼロではない。おいおい、レイナが13件の仲間だって？そんなはずがないだろ。だが聞いた話では、彼女は管理者権限まで有していたというではないか。それが何よりの証拠だと思うがね、私は。避けるな！レイナが、俺たちの仲間が、あんなわけのわからない奴らの仲間のはずがない。そんな侮辱はいくらあんたでも黙ってられるか！君たちのセンチメンタリズムなどどうでもいいのだよ。何にせよ、今後君たちがアカシックに関わることはもうないのだ。今回は命があっただけでも感謝するんだな。だが、俺たちは…いい加減にしたまえ。これは遊びではないのだ。君たち素人の口を出す問題ではない。大丈夫だよ、ターニャ。とにかくここからは我々プロの領域だ。君たちはアカシックのことは忘れ、二度と我々に関わらないことだ。これはお願いではない、警告だ。ごめんね、みんな。でも出口さんの言う通りだから、みんなはもうこのことは忘れて、今まで通りゲーム作りに戻ってよ。お願いだからさ。今日はいろいろなことがあったからな。我が輩も早めに退散しようではないか。私たちも今日は帰るわね。レイジ君、ターニャ、またね。ターニャ、お昼寝でもするのだ。なんかちょっと疲れてしまったのだ。